こんにちは。こんにちは。はい、今回はですね、9月24日に行われる、森くんと一緒に、1億稼ぐマスターマインドをやるんですけれども、まあ、森くんを知らない人もいらっしゃると思うので、まあ、今回、まあ、こういう感じでちょっと森くんのご紹介 をしようかなと、思って今やっています、はい。よろしくお願いします。お願いします。森くんの方で、まあ、簡単な経歴みたいなのをちょっと言っていただけると助かるかなと。今までの。さんとの馴れ初めみたいなところですよね。まあ自分がどういうサラリーマンの状態か、どういうふうに。なるほど。うん。了解です。森と申します。今31歳で、もともとはまあ大阪で生まれて、今東京に住んでます。で、まだ大学卒業して最初金融機関に、勤めたんですけど、まあ、そこがすごいブラック企業で、大きい会社だったんですけど、まあ、そこがいきなりこう倒産するという、まあ、金融ショックが起きて、リーマンショックですね、が起きて、まあ、会社が倒産するっていうことがあって、でそこからこう、会社に所属してるよりも自分の力で何かこう、仕事を作っていった方がいいんじゃないのかっていうところから始まって、で、まあ、金融にはそんなにこう、興味がなかったので、そこからまあ、インターネットの世界に入っていって、最初広告代理店で仕事したりとかっていうことをやっていて、で、まあ、副業、まあ、とにかく収入を上げたかったので、最初取り組んだのが、まあ、アフィリエイトですね。ブログ作ったアフィリエイトに取り組んで、で、そこから、まあ、ブログ作ったアクセス集めて、広告収入でお金稼ぐっていうことをやっていて、でもやっぱりなかなか限界があってっていうところで、で、そこで、まあ、吉谷さんが、の会社で主催していたスクールがあったので、そこに参加させていただいて、で、そこからこう、自分の情報発信として自分のブログだったり YouTube だったりメルマガだったりっていうのを始めて、まあ、今に至るっていうところなんですけど、まあ、今やってることはそのこれからビジネスをやっていきたいとか副業やりたいっていう方のためにこう、まあ、その広報ですよねっていうのをこう教えるコンサルティングっていうのをやったりとか、あとはすでにもうあのノウハウとか確立していてビジネスを確立しているっていう方に対して、こうマーケティングとセールスのお手伝いをしているっていうような感じですね今は。簡単にお話すると。はい、ありがとうございます。まあ、もともと森くんってトレンドブログみたいなのやってたのね、最初は。そうですね、ブログですね。うん。で、それで、まあ、そのトレンドブログで、そのアクセスを集めるやり方が分かってきて、そこで何十万とか収入がこう発生するようになってきて、で、そのトレンドブログの、そのアクセスの集め方を応用して、他のブログとかにもやったりとかして、ブログの広告収入だけでも100万ぐらいはいったんだよね。最初全然ダメだったんですけど、うん、その一番最初に言ったのはその世の中のトレンド情報を、うん、まあ、取り扱うっていう、うん、ただ最近だと iPhone7 が出ましたけど、そうだね、iPhone7 の例えばブログを作ったら当然みんな注目するわけなんで、うん、まあ、それで最初広告収入を得るっていうところから始まって、うん、それが1000円だったのが1万円になって10万円になってっていう形で、うん、で、まあ、同時にその情報販売とかもやってましたけど、うん、それで何十万とか100万とかなっていったっていう感じですね。うん、なるほどね。多分その、まあ、今回の1億稼ぐマスターマインドって言ってるから、まあ、一応ベースとしては、やっぱその考え方、まあ、マインドが大事だよっていうことをお互いに伝えていきたいんだけど、やっぱ参加する人にとっては、やっぱテクニックも知りたいっていう人もいるやん。はい、で、森くんはどういうテクニックとかそういうのを教えられるかな。まあまあ、ブログは教えられると思うけど。まあ、ブログだったり、あとは、うん、そうですね。まあ、ソーシャルメディアもそうですし、うん、YouTube もやってますし、うん、マガもやってるし、うん、まあ、基本的にそのネット周りは、基本的には全部できる。まあ、そうだよね。まあ、何でも教えられるよね。で、直近のそのプロモーションのやつも、まあ、森くんがライティングも教えられるもんね。そうですね。今回は、基本ライティングとセールスの部分を全部やって、ってる感じですね。で、まだ一応まだ販売もまだなんだ、これからもセミナーとかやって販売もしていくんでしょ。そうですね。で、一応今130-140人ぐらいの方が参加してくれていて、うん、でそこに対してそのまあ、次勉強会やりましょうみたいなオファーをちょうどやってるところですね、うん、今。なるほど。売上でいうと今4000万ぐらい上がってんだよね。そうですね。4000から5000ぐらい。4000から5000ぐらい上がってるよね。なんか多分この動画見られてる方で、その4000万とか5000万を、どれぐらいのプロモーション期間だっけ ?1 ヶ月ぐらい。集客だけで言ったら2週間ぐらい。集客が2週間。で、販売は?なんですね。販売は?そこから販売入っていくんですけど、うん、で、新規でだから9000人ぐらいは集客して、うんうん、その中で140人ぐらいみたいな感じでした。なるほどね。2週間ぐらいで、まあ、9000人ぐらい集客して、それに対して販売して、まあ、4000万ぐらいの売り上げと。
4000万から5000万と。で、今後もまた、その、販売促進のためにセミナーとか勉強会やって、こうやっていくから、売り上げは伸びていくよね、多分。そうですね。で、まあ、同時に、その他の、やっぱ、他の案件というか、うん、そういう話があるってなったら、他の方からやっぱり同じように言われたりもするんで、うんうん、次また一応、年内にもう一つやろうって話はなってるんですけど。あ、もうなってるんだ。はい。へぇー。だから一応そういうのをずっとこうやっていこうかなとは思ってますね。なるほどね。まあ、今回の参加者の方で、ライティングも教えてほしいみたいなことを言ってた人がいて、はい。森くんもね、直近で全部セールスレターとかステップメールとか全部書いて、4000万から5000万作ってるわけやん。そうですね。ただ森くんもそのライティング大事だっていうことに気づいて、まあ、すごく勉強したと思うんだけど、まあまあ、テクニック的なところで言うと結構何でも教えられるよね。そうですね。でも大事なのはやっぱりライティングはめちゃくちゃ大事で、うん、やっぱインターネットの情報ってほとんどがもう文字、まあそうだよね、うん、だから書けないと致命的ですよね。でもやっぱり、うん、だまあそこに気づいてる人あんまり少ないんだけどね、まあ、ブログもライティングです、うん、まあそうだよね、まあ、そうなんだけど、まあ、ライティング大事だよって言ってもなかなか響かないからね。そうなんですね。うん、まあ稼いでる人は絶対ブログやったりメルマガやってるしね。やってますね。メルマガは必須ですよね。必須だね。まあ最近 LINE アットやってる人もいるけど、結局 LINE アットもね、文章やん。文章ですね。うん。で、稼いでない人たちはそれを読んでるだけじゃん。読んでるだけなんです。読んで買って、結局発信してる人が儲かってるっていう。うん。だから、そうなんですよね。そこをだからやっていかないと、うん。いけない。うん。ですよね、うん、みんなそこにそろそろ気づかないと、ね、システム使って自動でとかっていう話もありますけど、うん、片っ端でとか、うん、まあ、正直あんまないじゃないですか、そんな世界って。まあ、ぶっちゃけ結論ないね。裏を知ってるから。ないですよね。うん、まあ、そういう文章をこう書いて、引きつけて売ってる方が儲かるっていう。ですね。システムとか作って、その簡単片手間でっていうのもわかるんですけど、うん、でもみんながみんな同じものを作ったら当然売れないわけで。そうだね。そうだね。うん、ね。その、例えば、マクドナルドだったら要は全部オートメーション化されてると思うんですよ。うん、マクドナルドってそのポテトがどうやって作るか全部機械で作って、うん、ボタン一つでポテト出来上がってくるんですね。なるほど。で、そのポテトって何分以内に売らないと捨てるっていうルールがあるんですね、マクドナルドは。あ、そうなんだ。はい、だからそのもうどこのお店で どこに出しても同じような商品ができるようなシステムができてるんですよ、マクドナルドの中って。へえ。だからどの国に行ってもマクドナルドって同じなんですけど、うん、でもそのじゃあそのシステムがあるからってみんながみんな同じ、ね、もの作っても当然今って行かないですよ。だからマクドナルド今50億円ぐらい赤字なんですね、今。ああ、今マクドナルドきついよね。で、最近はなんか俺がテレビ CM 見たのがな、値下げだよね。なんか、昼マックを安くしたみたいな。はい。結局、売り上げ下がってるから安くするしかないみたいな。だから、僕も都内住んでるんですけど、うん、なんか結構潰れるんですね、マクドナルドとか。あ、マジで？はい。結構なくなってるとこも多くて。うん、うん。マクドナルドってブランドがあるから今いけてますけど、うん、ね、これマックうまくあっていうとビジネスっていく人で、うん、ね、コピペの、すげえ、そんなことはないわけで、街全部マクドナルドになってるのと同じじゃないですか。まあそうだね。なんか当然売れるわけないっていう。だからそろそろそこ気づかなきゃいけなくて。うん。そのために自分のね、スイッチとか、どうやライティングのスイッチに、マーケティングのスイッチだったり、うん、要素があって、今回それを話すんで、まあ、そういうのがちゃんと分かっていただくのがいいかなとちょっと思います。うん。今ちょっとね、スカイプの調子悪いね、なんか。俺の方映ってる。映ってます。なんか森くんの方が、なんかね、微妙な感じ。本当ですか？なんかね、映像が映ってない感じです。なんかね、こう、あ、ちょっと治ってきたかな。あ、本当ですか？あ、ちょっと治ってきた。なんかね、画質がこう、コマ送りになってる感じ。ああ、なるほど。あ、ちょっと治ってきたな。こっちは全然問題ない。あ、本当に？はい。全然問題なく映ってますね。あ、じゃあ、あ、こっちも少し直ってきた。はい、了解です。うん。じゃあまあ、今回の、その、一億稼ぐマスターマインドで、まあ、そのテクニック的なところも大事なんだけど、まあ、その、
どうすれば行動できるのかとか、本当に大事なところは何なんだろうかっていうところを、まあ、伝えていければいいかなっていうのは思ってて、森くんの中で、これ、まあ森くんも今いろんなお客さんがいると思うけど、これが大事だっていうことある？要は今までいろんなお客さんの成功事例、失敗事例っていうのを見てきて、これやっとかないといけないなっていう、なんかその感じるものある？まあ、ノウハウとかはもちろんそうなんですけど、うん、やっぱ僕の最近のテーマはやっぱ距離感ですかね、やっぱり。距離感？距離感。へぇ。なんか、テクニックもちろん大事なんですけど、うん、テクニックだけ知ってても、うん、その、なんていうんですかね、ただのなんか勉強家じゃないですか、それって。まあそうだね。で、やっぱなんかうまくいってる人って、その距離感、がすごい絶妙な距離感にいる人がやっぱ多いなと思ってて、うん、結局なんかその跳ねてる人っていうんですか、飛躍して一気に跳ねる人って、うん、その師匠って言われる人だったり、うん、まあだっていう言い方をしたりもしますけど、うん、その人たちとのやっぱ距離感が近くて、でなんかこうで一気に飛躍してると思うんですよね。うん、でなんでだからノウハウコレクターとかうまくいってない人ほどやっぱ孤立しがちで、うん、だからその結局モチベーションも下がってとかに悪循環になっていくと思うんですよね、うん、だから距離感をうまくこうと取ることが僕はすごい大事だなと思ってて、うん、悪く言ったらそのあんま知識なくても距離感が近い人だったら自然に成功するというか。なるほどね。それはすごいあるなと思います。まあ、距離感大事だね、確かに。はい。うん。確かに。距離感。結構やっぱ、その、稼げてない人ってやっぱ孤立しちゃってるよね。そうですね。うん。確かに。で、なんか最近その、お金について僕最近すごい勉強してるんですよ。ほう。お金について。そうですね。うん、まあそこの、最近その、学んでいってることとかを気づいたこととかを今回セミナーでも話そうと思ってるんですけど、そのお金ってそもそも何なのかっていうところで、石田さん知ってました？1円玉って、うん、1円作るのに4円ぐらいかかってるって聞いたことあります？いや、知らない知らない。1円玉を作るのに、4円ぐらいかかるんですよ。うん、マジで？はい。じゃあ赤字じゃん。1万円作るのが、うん、確か20円ぐらいなんですよ。あ、なるほどね。そういうことね。はい。なるほどなるほど。製造コストがですね。うん。で、1円玉の重さと、うん、1万円の重さってそんな変わんないんですよ。うんうんうん。っていうことは、それってじゃあどういうことなのかってことで、うんうん、結局なんかその要は、いろんなこのお金についての本を読んだりとか、いろいろ話を聞いたりしていく中で、うん、結局たどり着いたのが、やっぱお金ってのは信用なんだっていうことが、やっぱいろんな人が言ってるんですよね、やっぱそうやって、うん。まあそうだね。僕その意味がわからなかったんですよ。あ、そうなんだ。お金って信用って、で、なんかよく言いません？なんかさ、お金って信用みたいな。いや、結論だって、あれじゃん。まあ、為替とか動くのも、結局、じゃあ、なんかの経済指標とかがあって、その国が不安だと、不安定だってなったら、あ、下がったりするやん。結局、まあ、信用で貨幣価値っていうのは変わるわけじゃん。で、それが日々変動してて、で、それでまあ、FX とか投資でまあ、儲けてる人もいるけど、結局、その国に信用がなくなったら、ね、その貨幣価値なくなるから。今日本は1万円って言ってますけど、これは日本の銀行が発行してる紙切れで、うん、勝手にその日本っていう国を格付けしてる人たちがいて、うん、1万円っていう価値があるわけだけですよね。うん、そうそうそう。この政府がぶっ飛んだ瞬間にこれはただの紙切れになる、なって、うん、要は何の価値もなくなってしまう、うん、わけですよね、うん。で、1万円をじゃあ稼ごうと思った時に、1万円分の信用を得ないといけないっていうことですよね。うん、で、この時の信用っていうのが、要はお客さんに対しての信用もあるじゃないですか。うん、要はお客さん側からしても、その1万円を払ってもらうってことは、その1万円以上のリターンがあるってことが分かって、うん、ってくれるわけですよね。うん、だ今回も参加費は5000円なんですけど、うん、5000円以上のリターンがあると思うから参加してくれると思うんですけど、うん、結局信用ですよね。で、信用を僕たちはその受け取る側で普段いるんで、うん、お金をじゃあ支払ってるんですけど、うん、次は僕たち販売側としてお金をその信用を与える側にならないといけないわけですよね。うんうん、
っていうことに最近気づいて、信用をとにかく貯めていくっていうことが、信用貯金をするってことが、収入を上げるための秘訣なんじゃないかと思います。なるほど。森くん、僕はですね、それはね、6年前ぐらいに習ったよな。5年前ぐらいに。もうすでに習ってるよ。それはね、あれ、そう、森くんさ、伊勢さんとカンボジアだっけ、はい、ミャンマーです、ね。ミャンマーか。ミャンマーでね、あの、そのプロジェクトに一緒に入ってるじゃん。はい、その伊勢さんと村上さんが5年前ぐらいにやったその継承プログラムっていうのがあるやん、はい、あれで伊勢さんがその信用残高を作ろうっていう話をしてて、要は信用残高を貯めて、で、販売するとその信用残高が落ちるからまた信用を貯めてみたいな、これを繰り返すことが大事だよみたいなことを言ってたんだけど、はい、まあ、まさにそれだよね。まずそのお金を稼ぐんじゃなくて信用残高をまず貯めストックしないと、はい、うん、お客さんのその信用残高をストックして、あ、この人だったらってなってきたら、じゃあその信用残高がお金に変わるのか、物に変わるのか、言葉に変わるのかっていう。そうですね、うん、お客さんに対してもそうですし、もちろんそれはもう絶対そうですよね、うん、信用されてなかったら当然メルマガすら見てくれないわけで、まあそうだね、信用すら見てくれないわけですよね、うん、でそれはセールスの時も本当にそうなんですけど、うん、さっきの距離感のところにもこれつながるんですけど、うん、周りの人に対してもそうだなって思ってて、うん、その、信用があるから仕事任せてもらえたりするわけじゃないですか。そうだね。で、あの、要はなんていうんですかね、信用があるから仕事を任せてもらえて、うん、で、その仕事にちゃんと誠意持って応えるから、さらにまた別の仕事を与えてもらえて、うん、愛もしてもらえてってなっているわけじゃないですか。そうだね。だからお金が、それでまたお金を生み出していくわけですよね。うんうん、だから、あの、お金がないっていうのは、信用がないっていうのと同じで。なるほどね。今、いい言葉だね。いや、信用があれば、お客さんに対しても信用があれば、メッセージを見てくれるし、うん、自分の周りにいる、その、支えてくれる人たちも、信用があれば、仕事を任せてもらえるわけですよね。うん、だから信用をとにかく貯めていくっていうのが、やっぱ一番で、で、信用を貯めるためにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱギブっていうところにつながると思うんですけど、うんうん、ギブアンドテイクとかギブしろって言ってるんですけど、それ何のためにするかって言ったら信用を得るためですよね、うん。信用を貯めていくためにギブをする。うん、だからお金になる。うん、なんかお金って信用なんだって言ってる意味がやっと最近分かったんですよ。なるほどね。なるほど。これを人は引き寄せの法則って言ったりも多分すると思うんですよ。ああ、なるほどね。信用を貯めてるから帰ってくるっていう。あ、じゃあ森くんの、その、もう多分腑に落ちたってことだよね、それが。腑に完璧に落ちた。完璧に落ちた。あ、じゃあこれかなりいいセミナーになるね。いや、あの、多分腑に落ちてるとめっちゃ話せんね。そうですね。その、しかも森くんの言葉から話せるから面白いと思う。そうですね。うん、そのまあ、勉強するとかあんま関係ないなと思いましたね。そのなんか、いろんな本読みまくってますけど、僕も。うん、うん。読んでるね。意味わかんない本もね。意味わかんない本も読んでますけど、うん、本読んでもそのなんかうまくいかないし、教材やってもうまくいかないですよね、やっぱり、うん。そういう問題じゃないなっていうのも改めて思いました。うん。うん、いや、僕もね、あれなんだよね、この1年、その、まあ、ずっと10年間ぐらいその裏方でこうやってきて、表に出たのが本当に去年の夏、今頃、8月ぐらいなのね。で、ちょうど1年経ったんだけど、じゃあこの1年間で僕、そのプロモーション的なのやってないわけよ。新規でリストを集めるってことはやってなくて、じゃあどうやってビジネスやってきたのかっていうと、ほとんどなんかリピートなんだよね。こう、今回来るセミナーのお客さんも結構僕のことをよく知ってくれてるお客さんだったりとか、それなんでこのリピート何回もしてくれるのかっていうと、やっぱ僕の信用してくれてるからかなっていう。だからその信用してくれてる人が支えてくれてるというか、だから今回僕、まあそういう恩返しもしたいなっていうことで、いろいろと、まあ、喋れることは時間内で喋れることはまた全力でお話ししようかなと思うんだけど、やっぱ信用があると、まあ、なんとかなるというか。そうですよね。そうなんですよ。この間ツイキャスってわかります？吉野さん。まあ俺は20回ぐらい放送した。ツイキャスで、うん、なんか最近結構見てるんですね、僕も。あ、ツイキャス見てるんだ。ツイキャスで面白い人が結構いるんですよ。うん、でツイキャスで生活してる人がいるんですよ。マジで、はい、あれでしょ、ツイキャスでその見てる人になんかあの送って恵んでもらってるんですよ。そうでしょ、俺びっくりした。なんか俺も見たことあるんだけど、女の子でなんかピザ屋とか寿司屋とかピンポンめちゃめちゃ来んの。
で、なんか頼まれてるんですか？そうそう、リスナーさんが今頼んで、で、それをリアルタイム配信して、で、ありがとう、みたいな。今ピザ届いたよ、みたいな。お、マジかよ、みたいな。そういう人がやっぱいっぱいいるみたいで、うん、僕が来たのは男の人なんですけど、うん、30歳くらいの人で、男で、なんか、旅をしてるんですよ、日本中を。うんうんうん、で、なんかそのお金がなくなったら、うん、銀行口座ここですって言ったら、うん、その見てる人がその口座に振り込んでくるらしいんですよ。あ、マジで？すごいね。で、なんかアマゾンの欲しいものリストとかにあげとけば、うん、買ってくれるらしいんですよね、それを。マジで？っていう人がいるらしくて、うんうん、見てたんですけど、うん、それではその人のことを、その、まあ、信用というか、まあ、面白いと思ってるわけですよね。うん、まあ、いつも頑張ってくれと。頑張ってるし、うん、見ることで多分なんか元気を与えてたり、うん、なんか勇気を与えてるのかわかんないですけど、うん、で、その信用がラインを超えてるから、そうやってお金をもらえてるわけですよね。まさにそれってなんか信用社会だなと思ってて、うん、特別なんかそのノウハウを提供するとかなんかみんな難しく考えすぎなんですよね。うん、実績がなんとかとか。ああ、よくね、それはめちゃめちゃ言われる。実績がないんですよ。私なんかみたいな。私の話なんてとかってみんなブロックかかっちゃうんですけど、うん、それそうじゃなくて、別にそのレベルのことでもそうやってできてるわけじゃないですか。まあ、ただ旅してるだけだよね。ただなんか自分の好きなのやってるだけなんですけど、うん、それがまあいい悪いは置いといて、うん、結局信頼関係がそこにできてれば、うん、金っていうのは別にもらうことができる。うん、だって銀行口座に入金してくれって言って入金してもらってるんでしょ。はい。その。だからそのお金が、しかもそれって、うん、お金というか数字が動いてるだけなんですよね。うん、実際にお金のやり取りがあったわけじゃなくて、うん、その銀行口座からその人の銀行口座に送信しただけで数字が入れ替わってるだけだと思うんですよ。うん、信頼が移動しただけなんですね。うん、なんかお金っていうものを絶対視するんじゃなくて、うん、なんか信頼イコール数字みたいなもので、うん、信頼を積み重ねていけば数字が増えていくようなゲームなんですよ。うん、信頼を、ちっちゃい信頼を与えたらちっちゃい信頼が返ってくる、うん、で大きい信頼を与えたら大きい信頼が返ってくる、うん、その銀行口座間を数字がただ移動してるだけという、うん、そのゲーム。なるほどね。みたいなものだなって最近は思ってるんですよね。なるほど。いやー、これは、まあ、まあそういった詳しい話も今回の9月24日のセミナーでまあいろいろとね、僕も森くんの話結構深い話もしてできるやん。はい。だからね、めちゃめちゃ、まあ今回大学生も来るからね。そうですね、噂の大学生。めっちゃキレキレだよ。怖いですね。うん。いや、あの20歳の子はね、ちょっとビビった。だからもう僕、言っちゃったもん。もう、講師しないみたいな。うん。だからね、森くんの話も楽しみだし、その大学生が何話すのか楽しみだし。そうですよね。なんかいろいろな視点でいろいろな話が聞けるかなっていう。うん。まあ、さっきもちょっと打ち合わせもしてたんだけど、やっぱ、その、まあ、最近オリンピック終わったじゃん。はい、でパラリンピックも最近終わったっていうことで、まあ、その僕もスポーツやってたけどあれなんだけど、その心技一体の話をしてたじゃん。なぜその心心が一番先にあるのかっていうね、やっぱそのオリンピックで金メダル取るためには世界一のテクニックを持ってても世界一の体力を持っててもオリンピックで金メダル取れないと、メンタル的な部分がないと勝てないっていうところだよね。結局、うん、本田圭佑選手とか、うん、イチロー選手とかも言って、ね、ああいう本当超一流のアスリートでも、うん、やっぱりその考え方だとか、ね、マインドセットだみたいなことってやっぱ言ってますからね。うん。だからまあ大事だよね。ていうかそこを大事だと認識しないと、なんかその、まあルールが一応あるわけじゃん。そのうまくいくためのルールっていうのが。で例えば心技一体っていうスポーツの中では心技一体っていうそういうルールみたいなのがあって、じゃあこの心どうでもいいってなったら絶対オリンピック取れないと思うんだよね。絶対に無理ですね。絶対無理でしょ。うん。だからまあビジネスでも一緒で、やっぱそのメンタル、マインドセットだったりメンタルの部分っていうのを結局多分うまくいってない人っていうのは結局自分に負けてると思うんだよね。それ目に、要は目に見えてるものにとらわれすぎてると思うんです。うん、うん、現金にお金がいってるんです。うん。みたいに、実はお金っていうのは信用が移動してるだけなんですよね。うん、信用の数値、信用が目に見えない数字になっていて、うん、それが移動してるだけ。うん、
移動してるのは信用が移動してるから数字が移動してるだけなんですけど、うん、って考えていたら信用をとにかく積み重ねていこうって考えになると思うんですよ、全体に。うんうん、そうだね。例えば今の話だと、じゃあ普通のサラリーマンの人でも、そのじゃあ上司になりました、係長になりました、取締役になりました、これ給料上がるじゃん。はい。でじゃあ、あの係長にこう仕事が降ってくるものって責任が重いじゃん。はい。じゃあその責任が重い仕事を触れるっていうことは、その信用があるからだよね。はい。だから結局普通のサラリーマンで働いてる人もやっぱその上に行くと信用される、そして責任の重い仕事を任される、仕事の責任が重い仕事を回すから給料もいいと。まあ普通のそのなんだ、一般の会社でも同じことが言えるかなっていう。そうですね、一般の会社だったら信用関係って言ったら直属の上司と、あとは自分のクライアントさんとか、うん、まあ業種にもよると思うんですけど、うん、だと思うんですよね、目の周りの人、うん、その人たちに信用残高をその人たちを増やしていこうと思ったら、例えばその何ですかね、そのじゃあ単純な、なんかじゃあ、例えば工場とかで働いていて、うん、じゃあなんか仕分け、流れてくるものを分ける、うん、単純な仕事だったとしても、それなんかいやいややってた信用って増えていかないじゃないですか。まあそうだね。けど例えばそれをよりどうやったらその単純作業をもっと効率化して、時間を例えば1日の時間2時間圧縮できるかみたいなことを考えて、うん、それをできるようになって上司にそれ提案したら信頼、信用を得れると思うんですよ。いや絶対得れるね。そうなったら給料もアップにつながるし、うん、もしかしたらそれで業界の中で有名になればヘッドハンティングされるかもわかんないですよね。うんうんうん、だ結局それって、じゃあ、いやいややるか、自ら主体的になって、それで信用を得ていくかっていう、その考え方一つだと思うんですけど、そうだね。結局全部信用問題につながってくると思うんですよね。うん、なるほど。はい。ということで、まあ、いろいろと今回セッションさせてもらったんですけど、まあ、セミナーではかなり濃い話がもっと聞けるんじゃないかなと。そうですね。まあ、このまま話してるとまた3時間ぐらいになりそうなんで、はい。9月24日をお願いします。はい、よろしくお願いします。24日の13時半。13時半、はい、開幕と。から、はい。僕も本当に、ね、今回は東京、もう10月になったら鹿児島行っちゃうんで、今回のセミナーは、ちょっと東京で当分もやんないと思うから、気合い入れていこうかなと。はい、はい、じゃあこのちょっと動画対談見てる方でまだセミナー悩んでる方いらっしゃったら、結構面白いセミナーになると思うんで、まあ、ぜひ参加していただければなと思います。はい、はい、で森くんも知らない人いたと思いますので、まあ、こういう子です。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。はい。